大きな当たりは引っ張ってレフトの菊田はフェンスに張り付いて見上げました。なんと初回から北村のソロホームラン。リアルジャイアンツカップ華々しい幕開けになりました。前半戦の終盤から一軍での存在感を増していたこの北村の一発です。まずは元木軍が1点を先制したという形になりました。